はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらのアイフライへやってきました。はい、これね、スカイダイビングみたいなやつ、仮想スカイダイビングみたいなやつだね。下からものすごい風がブーってきて飛べるってやつです。楽しんでいきましょう。さえちゃんとさんちゃんもいる。さえちゃんも飛ぶの？わかんない、まだわかんないね。お父さんは飛びます。飛びます。じゃあみんなで飛んでいきましょう。すごくないこれ。パパさ、ここにさ行くだけで超怖いんだけど。まさか骨とか転がってないよね。どういう意味ですかそれは。どういう意味ですかそれは。みじん切りになってシュバって入ってないですよ。みじん切りになんないから。下から風が来るんだね、これでね。ボワーっと上に飛べんだ。いやー、で上にも下に。いや、怖大ちゃんかっこいいね。次はヘルメットだよ。装備整いました。はい。カバンも整いました。One of the coolest things I went to in Japan was an owl cafe. お父さんも整った。すごい。Alright. いよいよ。Ready? はい、ということで私の1回目のフライトですね。はい。これね、見た目以上に難しくてね、下から強烈な風が来てね、すごくねバランスが崩れます。うん。すごい。そう。ちょっとね、手とか足の位置を変えただけで、右左に移動しちゃうから、すごく難しい。なるべくね、パパカメラに向けてポーズとって。続いてエイシン君です。はい。エイシン君も見ての通り、足がブランブランしちゃってるよね。これは、足伸ばせって言われてたんだけど。そうそうそう、右奥でね、パパとか、サイちゃんパパが、ね、伸ばせって言ってんだけどね。だけど、すごい。力が強くて、そうだね、ブランブランしちゃったね。はい、続いてさえちゃんです。さえちゃんすごい頑張ってたね。うん、さえちゃんちっちゃいのに、しかもね、軽いからさ、すぐ飛んじゃうんだよね、さえちゃんね。出したら上行っちゃうよ。おっと、さえちゃんすごい頑張ってたよ。めっちゃ頑張って、みんなに対して手振っててね。すごかった。続いてさえちゃんパパです。さえちゃんパパは重いから、そうそう、重いから、風がね、すごい強かったね。強風。強風だった。それで、しかもですね、いきなりインストラクターの方も一緒に飛ぶっていうね、これができちゃった。これ結構すごい、ね。超笑顔。うん、すごい。でも、すごい上まで行ってる。ね、で、続いて、の3回目のね、2回目飛ばしました。はい、3回目になってくるとようやくね慣れてきた。うん、1人で飛べるようなバランストレーニングでね、結構面白かった。面白いんだけど難しいね。目的には怖かったから下見ると怖い。下がなんかすごい怖い。そう、これだけ結構高い位置にいるからね。そしてここからが恐怖のアイフライタイムです。これがね、インストラクターの方が一緒に捕まってふわーっと上まで一緒に行ってくれんだよ。もうこれね、めちゃくちゃ怖かったよ。来た。そう、降りる時のスピードがね、すごい速いの、これギューッ、ね、ギューッと降りるから、ふわーっとなる。思わず下見ちゃいそうなんだけど、これ見ないように頑張ってる。そうだった。僕見ちゃった。見ちゃった？うん。本当に？これね、なんか下見るとバランス崩れたら、さらに下見早く落ちちゃうんじゃないかなと思って、怖くて見れない。で、パパの3回目は終了。続いて、エイシン君の3回目だね。はい、エイシン君の3回目も結構飛べるようになって、もう一人でね、ちょこっとだけ飛べたかな。もう飛べてるよね。足もピンと伸びるようになったね。ずいぶん上達してきたよね。そうだよね。足がピンとしたし、そしてついにエイシン君はビースマークしました。慣れてたね。でも怖かったんでしょ。うん、このドアに捕まっと言う時もあって、すぐ浮いてたから。そして自分の恐怖のハイファイタイム上まで行きました。これね、
追加料金ね、10ドル払えばやってもらえるね。なんかせっかくここまで来たからさ、やっといた、そうやっといた方がいいなと思ってやりました。A ちゃんはなんかねガッツポーズしてる風に見えんだけどね、でも実はそうじゃないね風でボーボーやられてるだけでね。このズボンもガッツポーズしてるみたいに見える。この服もう風の力で結構ほんのちょっとだけ肌が見えちゃって、ああそこにね風すごい強風ですごい痛かった。あーポロポロポロってね、うん、はい、こんな感じでした。面白かったね。うん、はい、そして最後にインストラクターの方の何デモみたいなのがありましたね。うん、まあこれがすごいのよ何これってもう浮いてるみたい。これで曲がるんだよ。ねえ、すごいよね。カメラに向けてね、こう撮れるし。動いてもう休んじゃってすごいよね、うん、のび太くんの体勢で休んじゃってくるくる回るじゃん、うん、スーパーマンですかって。うん、そらこのインストラクターの方はもうスカイダイビングの1回くらいはやってるなって。やってるかもしれないね、うん、だからこんな怖くないのかなって。クロックみたいな、狭いところね。上の壁をキックして下に降りてくる。すごいすごいよこれ。そしてそっとな出口に出る。すごかったね。はい、ということで今回はアイフライでした。はい、すっごい怖かった。うん、ママ高所恐怖症だからさ、上行くのめっちゃ怖かったね。怖かった、怖かった、上行ったり下行ったりする、ね、すごい怖かった。さえちゃんどうだった？怖かったですね、うん、怖かったですね、すごかった。でもすごい楽しかった、はい、こんな経験ができてよかったです ね、 ね、はい、ありがとうございました。本当に空飛んでみたいですね、今度ね。スカイダイビングやりたくない。いやはい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。